こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。えー、オーストラリアアマゾンで稼ぐためのマニュアル、ね。マニュアルというのをね、いきなりこう作って、まあ、矛盾したことを言うようですけど、まあ、テンバーアカデミーのサポートはね、えー、基本的にマニュアルじゃなくて個別でサポートすると、まあ。一人一人に合わせて扱う商品、あるいはやることなんかをね、えーまあ、丁寧にサポートしてるんで再建性が高い。まあ、だからこのマニュアル自身はね、 そんななにに気にしなくてもいいですただそうは言ってもねこれからどういうことをやって稼ぐところまで持っていくのかっていうのがね、まあ、ざっくりと見えないと不安になる方とか、ね、やっぱりこういうのを知っときたいというリクエストも多いんでちょっとマニュアルとして書いていこうとまずはね項目だけ並べてありますんでこれ質問に応じてねまたその中身を増やしていくと ボリュームを出していくというような形でこのマニュアルを増やしていきますで。まずやることは当然 Amazon、オーストラリアのセラーアカウントを作らなきゃいけないんで、まあ、もうすでにねできて販売できてる方もいますけどまずは、ね、セラーアカウントを作りますという登録申請のリクエストをします。それからね売上が上がったら売上を受け取る口座も必要なんでこの売上の受け取りの口座申請それから まあ今ね、アカウント作ると、えー、Amazon に書類を提出しないと販売が開始されませんので、えー、書類の用意と、まあ、パスポートない方はまずパスポートを取ってください。それから銀行の口座ね、またクレジットカードの取引履歴の用意が必要です。まあ、これ英語で出す必要があるんでね、えー、これまた個別に何が用意できるか聞いて、まあえー、用意できるものを用意して、えー、申請を通していきます。これね、えー 通るものが用意できないってことはないんで、あの相談してもらえば用意できますんでね、OK あの、そんなに深刻に考えなくても大丈夫です。おそらくこれね、苦労する方、自力でやると苦労する方多いと思うんですけど、まあ、もうすでに何人だ ?7 人、8人、えー、通してますんで、問題ないですで。それから持っている不用品の販売、まあ、ここ非常に重要でですね、えーまあ、割と 物欲が強い人とかね、えーまあ、割とお金は使う方ですという方は、この不用品の販売でいきなり、えー、いい商品が見つかる可能性が高いです。まあ、現にね、えー、不用品を販売したら、アマゾンでもいいですけど、これ eBay で売ったらかなり儲かりますねというのでね、初めから eBay を取り組んでいただいて、まあ、eBay だけで何十万というのを稼いでいる方もいらっしゃいますのでね、まずは不用品を販売します。でこれをちょっと まあ過去、本に書いてある内容とかね、今までの教え方だと、自力でヤフオクと日本アマゾンで売ってもらうという形が多かったんですけど、やっぱりね、ヤフオクとか日本アマゾンだと、その高く売れるものはめったにないと。だけど、そのありきたりなんだけど、アメリカで売ると儲かるというような商品も結構あります。で、今、アメリカアマゾンをね、自力で作って、普通に売れるアカウントにするのにね、順調にいっても正直3ヶ月以上かかるんで、 まあ、その作業をさせるのもどうかなというのがあるんでね商品によっては私のオーストラリアアマゾンの口座あるいはね eBay の口座の方で売ってきますんで、まあ、どんなもん不要品があるかね教えてくださいで本当に不要品じゃなくて使ってるもんであってもどうしてもな,いなきゃいけないもんじゃないんで、まあ、売れれば売ったで別なもん買いますとかいう商品があればねそういう商品こそ狙い目です。趣味の用品でね 割といい値段で売れるんだったらこれをアップグレードしたりとかねたくさん持ちすぎてるんでちょっと勝負してもいいとかそういう商品が、ね、あればいきなりここで商品が見つかってしかも種銭は増えるし、えー、いいことづくめということになりますのでまずこの不要品の販売っていうのをね真剣にやってくださいでその後アメリカアマゾンの口座登録2 2位ってなんだよって感じなんですけど、まあ、今までね、えー、散々メインで売ってきましたし今もねいや全然アメリカアマゾンだけで楽勝で月100万以上稼げますよという方もね、えー、当然いらっしゃるんですけど、まあ、ただこれから始める新人の方がね、えー、月30万何儲けるのにねアメリカアマゾンをやって到達できるかなと考えると、まあ、不可能じゃないし全然できますけどただ 私は基本的に10人の人に教えれば10人はできるという形で稼いでいただいてますんで、正直10人の方があって10人は到達できないかなというのが正直な感想です。そんなわけでもう完全に軸足をね、オーストラリアに移してますんで、えー、アメリカ・アマゾンは、まあ、 本業でやっ,てやってて時間がある方は、ね、もちろんやった方がいいですけど、まあ、そうじゃなくて副業の方とかね、えー、別にあの本業だけど、えー、本業の本業があるから時間はそんな取れないという方はねもうアメリカアマゾンの口座作らなくてもいいですでアメリカアマゾンの口座作らない場合は、えー、もうオーストラリアアマゾンで販売する商品のリスト作りに入りますでこの時出てきた商品はね、えー、まあ安い商品は基本的に FBA が始まってから FBA で売ると ある程度高額な商品は、えー、私のアマゾンあるいは e b a イのオーストラリアへの口座で販売してみて、まあ、儲かるようだったらね、えー、そのまま販売し続けて自分の口座できるまで、まあ、私の口座で売るということも可能ですでめでたく招待メールが来たらオーストラリアアマゾンの口座を開設しますで、まあ、その後あらかじめ準備しておいた書類を提出してオーストラリア銀行の売上口座で売上を受け取りますで FA が始まったら FBA 納品と FBA 納品するのに、ね、転送しないと入れられませんので転送センターがメルブルンとシドニーに用意してありますのでそこを使って納品していきますそれから誰かがすでに作ったカタログだけじゃなくて、ね、オリジナルの商品を作ってカタログを作成するとこれオリジナル商品作るのもカタログ作成するのも、ね、どっちもそんなハードル高くないんでこれはまあ 初めからはやりませんけどまず納品して売れたとあこんな売れるんじゃ面白いですねとなってからこのカタログ作りは教えます。で中国仕入れにこれね中国は確かに単価は安いんですけど、えー、日本に住んでればね、えー、単価は中国よりちょっと高いけど明らかに品質は中国で入れるよりいいというものがほとんどなんでねまあ 特に商品特性として、これ、中国で入れるとえ面白いですねという商品が見つかるまでは、中国仕入れもやんなくていいかなというような感じです。日本に住んでればですね。まあ、例外としては、オーストラリアに住んで取り組む場合は、これはもう、オーストラリアの身の回りにある商品じゃね、全然利益出せないんで、中国仕入れもえ重点的に教えていきます。まあ、それから、借り入れして仕入れ資金を増やすと。 これ借り入れ抵抗のある方はやんなくていいですけどはっきり言って借り入れ資金を増やした方が利益を出すのは簡単になります例えば資金繰りがパツパツだとね仕入れた商品はできるだけ早く売るって形になりますけど仕入れてね単純に3ヶ月半年1年寝かすだけでね何倍にも高く売れるという商品はボロボロありますんでそういう商品を寝かしておく資金がない方は借り入れして取り組むと非常に利益が 利益が出る商品を見つけるのは簡単になります。一応、やることといったら、まあ、これで全部というわけでもないですし、今言ったのを全部やんなきゃいけないわけでもないんですけど、まあ、ざっくりと大まかな流れとしては、今言ったような形になります。またね、この項目についての質問とか、あるいはね、もうすでにやってるけど、なんでその US アマゾンに行って、どういう方針変換だとか、ね、いうのが、何でもご意見あれば、またチャットワークの方に書き込んでいただければと思います。 まあそんな形で、初めはそうですね、おそらアマゾンの準備もそうなんですけど、不用品でえ今までね、ため込んできたもので、お宝がないかどうか探すというところをね、まずえ中心にやりますんで、この、売ってもいい、売れる商品のリストアップの方で、まずチャットワークの方でえお知らせいただければと思います。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。